エアー日本ネットワークの本部があった、東京国際空港第一、旅客ターミナル DHC-8 から300、ハマナストリトンブルーに変更された、DHC-8 から300元、コスモス DHC-8 から400、エアーセントラル表記もある、DHC-8 から400株式、会社エアー日本ネットワークは、かつて存在した。 全日本空輸系列の日本の航空会社。通称は A ネット。ターボプロップ機を運航していた。現在の ANA ウィングスの直接の前身である。DHC-8 から300型機は、ANA グループが運航する機材では珍しく、トリトンブルーではない塗装で納入された。胴体全部から中部までは、白塗装で、下部に、 エアー日本ネットワークのロゴと小さな日の丸が表記されていた。胴体後部から垂直尾翼にかけてはそれぞれ斜めに、緑地に、椿、青地に、ひまわり、紫地に、スズラン、木地に、コスモス、緑地に、ハマナスの花が大きく描かれ、胴体下部に、ローマ字の筆記体で花の名前が表記されていた。その後、順次、トリトンブルーに塗装変更され、 2010年3月に変更された5号機をもって完了している。DHC-8 から400型機はすべてグループ共用機材でトリトンブルー塗装のみである。すべて ANA 便として運航東京国際空港発着路線と大阪国際空港発着路線の一部の便は DHC-8 から300で運航されていた。それ以外の路線は DHC-8 から400で運行され、時期によってはエアーセントラルによって運行される場合があった。逆に、蒸気以外の路線にも就航する場合もあった。エアーセントラルでは貨物搭載を行っていなかったため、運行主体の違いがもたらす影響は大きかった。ありがとうございます。